はいどうもこんにちは、七色ピーマンです。事件発生から6日目ですね。浜月真珠の、レイジですかね、ドラ息子、これがね、なかなか捕まえられないみたいなんですけども、この辺にある僕が気になっているスーパー、獅子牛ですが、実は昨日の夜中こっそり行ってきました。どんな店だったか聞きたいです。夜道を孤独に歩きお店に着くと、なんとそこは営業時間が終わっているお店でした。お店は22時までだそうです。何の情報？獅子牛。今日もホテルに、シングルルームの空きはないそうです。またツインで一緒にね、主人公と泊まらないといけない。ってことで今晩もよろしくお願いいたします。じゃあ場所移動しましょうかね。浜月真珠の方に。では浜月真珠の工房へ行ってみましょう。浜月真珠の工房に来ました。レイジは見当たりません。レイジを一応呼んでみましょう。おい、レイジいるなら出てこい。いないみたいですね。これはもしかして松さん？大きな声でうるさいな。レイジはここにおらんよ。梅さんは死んだって言ってましたよね、水に落ちて。いや違う、松さんですよね確か。あ、竹さんか。あ、梅さんではなく竹さんでしたよね。浜月レイジについてお話を聞かせてくれますか。あ、合ってましたね。私は松屋、前にそう言うたやん。最近の若いもんは失礼やな。あ、これはこれは失礼しました。じゃあレイジのこと聞きましょう。浜月レイジについてお話を聞かせてくれますか。死んでるんじゃないですか、もうそろそろ。近所やで、ちっちゃい頃から知っとるさ。あれはしょうもないやつやわ。最近はずっと働きもせんとアパートでぐうたらしとるわ。勝ち組やん。で、次レイジの家。松さん、レイジの家ってどこですか。ああ、工房の裏のアパートにおるに。あ、なるほど。この裏にアパートがあるんですね。ありがとうございます。先輩、早速レイジのアパートに行ってみましょう。いや、まだ聞きましょう。松のこと。また間違えて怒られるで。竹さん、ここで何をしてるんですか。私は松屋、前にそう言うたやん。特にないですかね。じゃあ、レイジのアパート行きましょう。なかなかいいとこ住んでますね。レイジのアパート前です。調べましょう。ドア。鍵がかかっています。さすがのレイジも鍵ぐらいかけるか。窓。レイジの部屋ではないと思いますが、中に人がいる気配がします。お。あ、違う方、隣の部屋かな。さっきから何ガサゴソやってんの？警察呼ぶよ。でもこっち警察やっちゅうね。見せようか。我々こういうものですが。あ、警察の方でしたか。最初に言ってくださいよ。てっきり押し売りかと。ちゃんと家賃払ってる？電気メーター。かすかに動いています。レイジのこと聞きましょう。隣に住んでいる浜月レイジについて何か知っていることはありますか。うちのボロアパートは壁が薄いので、隣の部屋の音が丸聞こえなんだけど。あ、いいじゃないですか。お隣さんは昨日部屋にいましたよ。誰かと話していた声が聞こえましたから。誰でしょう。話の様子。どんな話をしていたか覚えていますか。何か言い争いをしていたようでしたね。ということはレビジオのものですかね。どんな言い争いだったか覚えていますか。あんたに文句を言われる筋合いはないとか、あれはもうあんたのものじゃないとか。はあ、誰が飽きたんでしょうか。そんなにやめてほしいなら金で解決しましょうよとか言ってましたね。揺すってたっぽいっすね。なんか覚えてること。他に覚えていることはありますか。的屋湾大橋がどうのこうの言ってましたね。的屋湾大橋。あ、先輩、的屋湾大橋って数日前に、パールロードを通った時に通過した赤い大きな橋ですよ。これもあの時、現地調査の成果が出ましたね。おほん。やっぱり地理はしっかりと把握しないとですよ。なので道はもう分かっています。先輩すぐに行ってみましょう。
他に調べることはないでしょうかね。はい、的屋湾大橋です。死んでるんじゃないですか、レイジ。大丈夫ですか。空、雲一つないいい天気です。道路、怪しい車は通ってませんね。橋の下、橋の下は的屋湾が広がっています。たまみちゃん、かわいい女の子と、一緒に景色を眺めたい気持ちはよくわかります。わかりました、かなちゃんを呼びます。って冗談ですよ、仕事しましょう先輩。的屋湾ではアオサという海藻の養殖が盛んです。アオサのりですね、あの赤だしに入ってんのかな。スシローでもありますよね、アオサ汁ね。それだけ。アオサ、あそこの水面に、網を張っているのが見えますか。あの網についているのがアオサです。アオサの網に何か引っかかってますね。そんな見える。うーん、人の服に見えますね。というかあれは人です。大変だ、助けに行きましょう。死んどるんじゃないですか、もう。てかレイジじゃないんですか。地元の漁師にボートを借りて、人がかかった養殖網の近くまでボートを寄せた。死んでるでしょこれ。橋の上からは分かりませんでしたが、残念ながら手遅れのようです。よう発見するなこいつ。全部死体は剣が発見してるんじゃないですか。調べましょう。死体になってるやんもう。無残な姿に変わり果てましたが、見覚えのある顔です。これはレイジじゃないですか。ほら、浜月レイジです。温泉じゃなくて今度は水死体で上がりましたね。死体の服、上着のポケットから財布が見つかりました。財布には小銭しか入っていません。養殖網、この網に引っかからなければ死体は流されていたかもしれません。ラッキーやったね。死体は何も語りません。死体の服、ズボンのポケットから、手書きのメモが見つかりました。重要やぞ。手書きのメモ、レイジが書いたものでしょうか。100万円で買うものリストと書かれています。ケボスの懐中時計、ホビ族の銀製アクセサリー、フローライトの原石、ポリプテルス、デルフェッジ、プラチナ個体、 3D プリンター、サメとエイの飼育セット、フローライトの原石、卓上ボール版、ジンベエさんが作ったカスタムナイフなどと書かれています。どういうことでしょう。自分が買いたかった買い物リストですかね。無残な姿に変わり果てた浜月レイジの死体です。よく見ると首に赤い跡があります。締められた。首の跡、赤い跡は首を一周しています。紐状のもので首を締められた跡だと思われます。レイジは何者かに首を絞められて殺された可能性が高いです。鑑識を呼びますか。鳥羽警察に連絡しました。まもなく鑑識がここに来ます。まあ、それまでちょっとスマホでゲームしてみましょうか。先輩、さすがに今は遊んでる場合ではないと思いますよ。まもなく鑑識がここに来ます。写真だけは撮っておきましょうかね。なるほど、そうやそうや。レイジの写真を撮ります。撮りました。ナムアミダ仏。レイジが生きていたのなら聞きたいことはたくさんありますけど、もう一度レイジのアパートに行ってみましょう。はい、行きましょう。レイジのアパート前です。鍵開けたいところですよね。鍵がかかっています。大家を呼んで鍵を開けてもらいましょう。呼びましょう。大家さんを呼びます。大家、警察の方ですか。浜月さんの部屋を開けるの。はい、開けましたよ。よっしゃ、入りましょう。まあ、散らかってるけど結構ね、いい感じじゃないですか。空き缶、ビールやチューハイの空き缶が大量に転がっています。これだけの酒を昨日飲んだならレイジも相当酔っていたでしょうね。紙コップの中身は、色からして多分お茶です。
レイジと会っていた人物が飲んでいたのかもしれませんね。誰でしょうね。サキコさん、もしかして浜宮真珠の、黒真珠、レイジが、売り歩いていた黒真珠、いわゆる偽草月が部屋の片隅に無造作に置かれています。ポスターは、雑誌のグラビアが貼ってあります。桃沢聖奈だと思います。テーブルの横にハードカバーのしっかりとした写真集が落ちています。タイトルはレイジシーサイドドリーム。まさかこれは、浜月レイジ自身の写真集です。冬の海辺でカッコつけてるレイジの姿がたくさん収められています。どういうこと？多分、浜月真珠の売却で得たお金を使ってプロに頼んで撮らせたんでしょう。なるほど。他のゴミ、散乱しているゴミの中に、ミチルの湯の割引券がたくさんあります。この部屋には風呂もないし、レイジはミチルの湯を頻繁に利用しているのでしょう。なるほど。ああ、結局またミチルの湯か。レイジの話を聞けるかもしれませんので、ミチルの湯に行ってみましょう。ミチルの湯に来ました。ちょうどフロントの人がいるので話を聞いてみましょう。浜月レイジという男を知っていますか？はい、常連の浜月さんのことなら、名字しか知りませんが。料金、大人お一人様600円です。これも前やりましたね。写真を見せたらいいやん。レイジの写真、この男を知っていますか？毎日割引券を使ってご利用されるお客様です。亡くなられたんですか？そうなんですよ。先ほどの写真の浜月レイジについて何か知っていることはありますか？浜月さんでしたら2日前もいらっしゃいました。普段は不愛想な感じなんですが、その日は機嫌が良いようで、珍しく話しかけられました。金が入ったんでしょう。レイジとの会話、間もなくまとまった金が手に入る、せこい商売からも卒業だ、と自慢げに話していました。レビジューを脅してたのかな。どっちでしょう。もしくは浜宮真珠を脅していたか。おごるからご飯でも一緒にどうと誘われましたが、やんわりと断りしました。レイジと他の会話をしましたか？食事もお断りしましたし、浜月さんと私は全く関係ありません。もういいですか？もう話を聞けない雰囲気です。レイジの有効な情報はここでも得られませんでしたね。一回ホテルに戻りましょうか。はい、またなんか人影がありますけど、これは誰でしょう。部屋に行く前に状況を整理しましょう。上の白縫いの池で発見、死因は暴行された後で、溺死、持ち物から伊勢出身と分かりました。死亡推定時刻に殺人現場である東京上野にいた人物が犯人だと考えられます。レイジ、今日的屋湾で死体を発見、死因は首を絞められて窒息死、遺留品は買うものリストや財布など、殺される前に大金を手にする算段があったようですと。人影、僕の、後ろに人影ですか？誰もいないじゃないですか。脅かさないでくださいよ。共通点、二人をつなぐものは草月です。つまりレビジューか浜宮真珠が何らかで関わっていると思われます。といっても共に、柏木と、レイジを殺害したという明確な証拠は何もありません。ただレイジにおいては、生前偽草月を売り歩いていました。この偽草月絡みのトラブルから殺害された可能性が高いと考えられます。サキコさんに殺された？レイジのこの行いもを最も嫌っていたのはサキコさんです。あまり気が進みませんが、明日はまず浜宮真珠へ行ってみましょう。とりあえず明日に備えて休みましょう。事件発生から7日目、今日の捜査を始めましょう。昨日の夜の話をした通り、あまり気が進みませんが、とりあえず浜宮真珠へ行ってみましょう。浜宮真珠の工房に来ました。たまみちゃんがいます。あ、刑事さん、ケンさん、今日はどうしましたか？あれ、かなちゃんは？ケンさんはカナのことが気になるんだ。今日はテーマパークのスピナー村に写真を撮りに行くって出かけていきました。後でケンさんたちが会いに来たよってカナにメッセージ入れときますね。サキコさんはいるかな？今日は朝一で九州の長崎へ向かいました。どういうこと？逃げた？長崎県？なんでまた急に？長崎も真珠の養殖が盛んですから、いろいろと意見交換や、相談をしに行ったんだと思います。これは困りましたね。仕方ないので他の場所へ聞き込みをしに行きますかね。九州の長崎に向かいましたと。あ、一応今日中に帰ってくるみたいです。なるほど。あ、そうか。玉美ちゃんに
死体のことを言わなか。ちょっとこれを見てくれる？あ、違う違う違う、これを柏木さんか。レイジの写真。知ってます。浜月さんですよね。亡くなられたんですか？一体どうして？それを今捜査中です。浜月さん、ここは狭い町だから顔と名前ぐらいは知ってますけど、お役に立てなくてすみません。それだけ？浜宮の黒真珠。不思議な感じの黒真珠ですね。あれ？でもこれお母さんの月読みに似てるかも。月読み？ああ、偽りの黒真珠のことね。偽りの黒真珠？あ、いや、咲子さんが今の全てを注ぎ込んでいるという新しい蒼月だね。どの辺がどう似てるのって説明されてもわからないかもしれないけど。かもですね。まず、色味は蒼月の方がもっと青みが深いかな。でも重なっている層の厚みが。あ、マニアックで変な子って思ってません？いやいや、ちょっとだけ。やっぱり人に言わせといてひどいですよ。でもこれを東京にいた柏木さんが、やっぱりお母さんは、咲子さんがどうしたの？あ、うん、なんでもないです。咲子さんには会えませんでしたね。ってことは次に行くのは、レビジュ。では、たまみちゃん、咲子さんが帰ってきたら、我々が話がしたいって言ってたと伝えてください。では、あ、刑事さん、ケンさん、ちょっと待ってください。何、どうしたの？やっぱりちょっとお話が。浜月さんが亡くなられたのはいつですか？あ、それは言えることと言えないことが、昨日じゃないですかね。おととい、みちるの湯でカナと撮影したでしょ？あ、あの時ね、ちょっとケンさん、真面目に聞いてください。あ、はいはい、それでどうしました？お母さん、あの日、次の日の朝方まで帰ってこなかったの。はいはい。やっぱさっき怪しいな。浜月玲児が亡くなったのはおととい、深夜から昨日の朝という可能性が高い。咲子さんは偽蒼月を売り歩く玲児に対して極度な嫌悪感を示しており、いざとなったら自分自身で玲児を止めるとまで言っていた。つまり玲児を殺す動機があり、アリバイがないってことに。そうなると先輩、咲子さんを玲児殺しの捜査線上に乗せざるを得ないですね。やっぱりお母さんは一連の事件に何らかで、関係しているのかもしれないのね。一連の事件、ここ最近朝まで帰ってこない日がよくあって、何をしてるのかも教えてくれないし心配だわ。何をしてるんでしょう。お母さん、柏木さんが亡くなった日に東京に行ってないって言ってたでしょ。はいはい。まさか行ってたの？いいえ。いや、びっくりした。でも確かにあの日は東京に行ってなかったみたいだけど、その前の日は東京に行ってたみたい。前の日？なんで今それを？ごめんなさい。横山展望台の時に言おうとしたんだけど、どう言ったらいいかわからなくて。ねえお母さん、大丈夫だよね？大丈夫じゃないよ、だいぶ怪しいやろ。まあとにかく咲子さんが帰ってきたら必ず我々に連絡するように伝えてもらえるかな。事件があった後も普段通り生活しているようだから、今さらどこかへ逃げたりしないと思うし。どこかへ逃げる？あ、いや、なんでもない。例えばの話ね、例えばの。ちなみに今我々と話したことは極力咲子さんには言わずに話を聞いてみて。ただ不自然に隠して話す必要ないからね。その方がおかしなことになる時もあるから。わかりました。たまみちゃん、大丈夫だよ。咲子さんにはきっと何か事情があるはずだよ。うん、そうだよね。ありがとう。まあ、こちらこそ話してくれてありがとう。レビジューの聞き込みがあるからまた来るね。では失礼します。さあ、レビジューに来ましたよ。先輩、さっきのたまみちゃんの話気になりますね。まさかとは思いますが、とにかく咲子さんに会って聞き込みしてみるしかありませんね。では中へ入りましょう。受付のミノルさんがいます。男なんですかこれ。いらっしゃいませ。女だと思っとったら、黒岩の予定を教えてもらえますか。黒岩は、終日外出の予定となっております。怪しいな。田村さんの予定、
田村はただいまランチに出かけています。じゃあ帰ってくるね。田村さんがランチに出かけた行き先は知ってますか。田村の行き先ですが、よく利用しているパスタ屋は知っています。パスタ屋、パスタ屋の場所は知ってますか。パスタ屋は牧本真珠のすぐ近くです。今地図を書きますね。どうぞ。パスタ屋さんの地図です。よっしゃよっしゃ。で、再起の予定、顧問弁護士ですね。再起の次回出社日はあさっての予定となっております。いや今日はおらんねな。じゃあパスタ屋行きましょう。地図によるとこの辺りですかね。また田村ですね。あの左奥の建物が、牧本真珠ですね。はい。誰誰？あれ？先輩、今長崎に行ったはずの咲子さんが通り過ぎませんでした？気のせいかな。パスタ屋に着きました。店の中に田村がいます。ご予約の方ですか？申し訳ございませんが、ただいま大変混み合っており、お席が、ご用意できません。あ、わかりました。ここは人気店みたいですね。ここは様子を見るだけにしましょう。調べましょう。田村の様子。まだ注文していないようです。誰かを待っているのでしょうか？あ、ここで咲子さん出てくるんでしょうかね。田村の席に女性が座りました。何者でしょう？田村の前にいる女性はさっき店の外で見かけた人ですね。咲子さんだと思ったのですが、ペフルのママのエリさんだったみたいです。ペフルのママと繋がってるんですか？そういえば前に化粧をした私と咲子ちゃんは双子みたいって、あ、なるほどってよく言われてたと言ってましたね。ペフルのママなんかあるんでしょうかね。エリの様子。エリさんもすごく楽しそうです。付き合ってるんでしょうか。なんだか邪魔しちゃ悪い感じですね。なるほど。これは意外や。もう少し田村を探ってみませんか。調べる田村。田村はデレデレしています。エリの様子。エリさんもすごく楽しそうです。写真撮っておきましょうか。これ逆に。あかんの？これは貴重な証拠写真じゃないですか。田村はただエリさんと食事をしているだけに見えます。収穫はなさそうですね。一旦出直しましょう。じゃあどうしましょうかね。浜宮真珠行きたいんですけど、レイジのアパート行きましょうか。もう一度レイジの殺害現場の様子も見ておきたいので、的屋湾大橋を通るルートで行きましょう。今回は先輩が運転してください。今度は僕がパールロードの景色を楽しみます。じゃなかった、僕はパールロード周辺の状況などをしっかり調査します。いや、夕方の橋もいいですね。綺麗だな。最高のドライブですね。でも死体があったんやね。あ、先輩止めて。橋の上に西澤さんがいます。どうもどうも刑事さん、ケン君、こんなところで奇遇ですね。もう少し西澤さんと話をしましょうよ。西澤さん、ここで何をしてるんですか。私は浜月玲二の事件を調べにここに来たんですよ。発見者は刑事さんたちなんでしょう。お手柄でしたね。刑事さんたちも知ってるかもしれませんが、カナとはずっとギクシャクしていてね。私は家族を守るつもりだったが、逆に家族に辛い思いをさせてしまったようでして、分かってはいるんですがね。まあ難しいところですよ。あ、そういえばカナちゃんといえば、たまみちゃんは本当に僕にメッセージするように言ってくれたのかな。空、今日も雲一つないいい天気です。道路、怪しい車は通っていません。橋の下、レイジの死体発見現場付近は、非常線が張られています。あ、あれ、かなちゃんからメッセージが来てました。たまみから聞きました。来てくれたみたいだけど、ごめんなさい。今日はスピナー村で撮影なんです。ではハートかな。わざわざメッセージしてくれるなんて、かなちゃん本当にいい子ですね。もう一つ来てますね。なんだこれ。西澤さん、ちょっと見てください。スピナー村は伊勢市磯部町にある南蛮風情の複合レジャー施設。場所はこのすぐ近くですね。かなちゃんから着信です。電話に出ます。ピッ。
あ、ケンさん、カナです。よかった、繋がって。どうしたの?あのね、さっきから変な男にずっと後をつけられてるの。本当なの?私、怖くて。状況はわかった。とにかくすぐそっちへ行くよ。ね、男には気づいていないふりして、なるべく人が多い場所に移動して、できる?かなちゃん。やってみる。あの男に気づかれるから、電話切るね。先輩、大変です。かなちゃんが身の危険を感じていると連絡がありました。助けに行きましょう。かなちゃんに電話がつながりません。直接現場に行きましょう。スピナー村、急ぎましょう。スピナー村はここから車ですぐです。西澤さんも乗ってください。スピナー村に着きました。刑事さん、ケン君、ここまで運んでもらっておいて申し訳ないが、ここからは別行動させてほしい。もちろんカナを見つけたら連絡する。わかりました。別行動でカナちゃんを探しましょう。では私はここで失礼させてもらいますよ。さあ先輩、僕らも早く園内に入りましょう。建物に囲まれた広場です。迷える広場という場所です。カナちゃんがいるといいのですが、建物の右、建物内を探しましたがカナちゃんは見当たりません。建物の左、銅像の裏、カナちゃんは見当たりません。建物の正面、ロングヘアの女性がいます。カナちゃんでしょうか。ロングヘアの女性を呼んでみましょう。カナちゃん、嘘、ナンパ、イケメン以外勘弁なんですけど。まあまあかな、片言。あ、でも今彼氏と来てるからほんとマジごめんなさいだわ。人違いでした。かなちゃん、かなちゃん、いたら返事してくれ。そう、一体どこにいるんだ。まあ、かなちゃん大丈夫でしょう。そう、一体どこにいるんだ。カンバシーホール。迷える広場を通り抜けるとカンバシーホールです。西洋の教会のようなこの建物がカンバシーホールです。調べる。ホールの裏、ホールの横、中、ホールの中でかなちゃんいませんでした。呼ぶ。返事はありません。ソビエル城に移動します。ソビエル城前です。この建物は石を積み上げて作られた博物館です。これありそうですね、なんかね。カップル、肩に手を回して仲が良さそうです。呼ぼう。すいません、なんだお前ら。ケンさん、刑事さん、助けて。え?こいつら?お前の目的は何だ?俺とカナオは結ばれる運命なんだよ。今から結婚するんだ。邪魔をするんじゃねえよ。誰っすか?カナちゃんの反応を見る限りでは男の妄想でしょう。カナちゃん、絶対に助けるから、もう少しだけ頑張って。そこにおるんじゃないですか。あれ、カップルっすか?悪いカップルってこと?カナちゃんと男一人ってことですよね。ゾビエル城、高い壁に囲まれた建物です。今他の客がいないのは幸いかもしれません。男はカナちゃんを強く掴んで、凶器をカナちゃんに向けています。やばいな。カナの様子、ひどく怯えています。抵抗する気力はなさそうです。調べる。凶器、凶器はスタンガンと思われます。勝手に動いてはカナちゃんが危険です。近づく。おい、勝手に近づくんじゃねえよ。カナがどうなってもいいのか。距離を取られました。西澤さんにメッセージ入れます。カナ見つけた、ゾビエル城、送信しました。で、西澤さんが来るんじゃないですか。ここで何か変わるのかな。距離を取られました。一緒か。ここ難しいな。我々は警察だ。無駄な抵抗をやめてその子を解放しろ。なんだお前ら、警察なのか。警察なんかに俺とカナの愛は引き裂くことなんかできないぜ。手帳を見せても全くひるみません。はい、ようやく進みましたね。手帳を見せるの忘れてましたけど。あ、拳銃やん。武器を捨てろ。さもなくば撃つぞ。撃てるものなら撃ってみろよ。カナと一緒に死ぬなら本望だ。撃つならカナと一緒に撃ってくれ。そう、この状況で銃を撃つのは無理です。奴の言う通り、カナちゃんに当たってしまうかもしれません。撃ってしまいましょう。もう難しいな。スマホ入れたよね、さっき。あ、ようやく出てきましたね。結構調べたな。あ、二人の後ろに西澤さんが親父やからね、カナちゃんの。あいつを西澤さんの方へうまく誘導して西澤さんを呼びましょう。ということは、入り口の方に、移動させましょうかね。これで動くかな。あ、これか。近づいたら右に動きよるんで。ここっすよね。この時に、西澤さんを呼んだらいいかな。西澤さん、今だ。うおぉ、一体どこから、カナから離れるんだ。先輩、僕は、西澤さんに加勢します。カナちゃんの保護頼みます。男を取り押さえました。サングラスとマスクを取ります。あ、お前
なんて思う？アブ川？え、ニジ川？ヘビ川？え、ヘビ川先輩。ヘビ川先輩がどうして、西田さん、まさかこいつの知り合いですか？知り合いも何も、おい、ヘビ川。西沢さん落ち着いて、後ほど詳しく聞かせてください。逮捕やろ。傷害及び公務執行妨害の容疑で逮捕する。畜生、話せよ、おい。俺は何も悪いことはしてねえぞ。ヘビ川もう観念しろ。刑事さん、ケンさん、本当にありがとう。いえ、市民の安全を守るのは警察官の義務であります。なんちゃって。でも本当に無事でよかったよ。でもむしろ我々よりもお礼を言わなければならない人、いるんじゃないかな。そうね。お父さんありがとう。親が子供を守るのは当たり前のことだろう。もっともその当たり前のことを今までできていなかったんだけどな。だがせめて礼を言うならそんな顔ではなく笑顔で言ってもらいたいもんだね。なあかな、お父さんまだあの家に住んでるんだ。今日はうちに帰らないか。お父さん、私帰らないよ。おいおい、ここはお父さんって俺の胸に飛び込むシーンだぞ。だってまだ撮影が終わってないんだもん。え、そういうこと？仕事熱心でタフなのは誰かさん譲りですね。でも写真を撮り終えるまで待ってくれるなら一緒に帰ってあげてもいいけど。お父さん、捜査本部尾崎に到着しました。気楽なもんやな。座長、生ビール2つとホッケをお願いします。はいよ、ご注文いただきました。ビール2つ、ホッケ1丁。はい、先にビールね。お、来た来た。グビグビグビ。プッハー。ヘビカーのこと。ヘビカーはカナちゃんと同じ中学の先輩ということです。はいはい。一方的に恋愛感情を抱き、相手も自分のことを好きだと思い込む典型的なストーカーですね。どういった経緯で強行に、及んだのか、明日取り調べしましょう。西沢のこと。西沢は、ヘビカーのことを知っているようでした。明日聞いてみましょう。カナのこと。カナちゃんが無事で本当に良かった。これは後で僕か先輩宛にハガキが届く流れじゃないですか。サキコのこと。ヘビカーの一件で、うやむや気味ですが、サキコさんには話を聞かなければならないですね。長崎から帰ってきたらすぐ会いに行きましょう。なんで長崎行ったんでしょう。まあ、真珠の仕事でかな。もしくは逃げるため、かもしれない。社長、すいません、ホッケってまだですか。すいません、今焼いているところでして、今日はおすすめで、デカホッケでいつもよりちょっとお時間いただいてます。今日ぐらいは親子水入らずの時間ですかね。でも油断しているとひょこっと現れそうで怖い。蛇川の関与。蛇川は柏木や、0時の事件と関係しているのでしょうか。気になりますね。郷土の、魚介料理がメインのようです。何か注文しますか。お、来ましたね、ホッケ。来ました来ました。熱い太刀、このホッケ本当に大きいですね。でしょ、今日のおすすめですから。さて、そろそろ帰りましょうかね。いや、今日も疲れましたね。歯磨きしてスポーツニュース見て寝ます。では先輩、部屋に戻りましょうか。事件発生から8日目。はい、ということでね、大きな展開がねありまして、浜月玲治が殺されたの、何者かに殺されたのと、先ほどですけども、かなちゃんが幼馴染かな、同級生の蛇川やつに襲われたっていうことですかね。はい、ということで今回はこの辺りにしておきたいと思います。この動画が良かったと思った方はチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。